ありがとうございます。たまごサンドさん、タコありがとうございます。やするパンさん、ありがとうございます。ケンさん、ありがとうございます。投げ打ちはしません。うどむさん、タコありがとうございます。紅茶ありがとうございます。5月はアフターヌーンティーなのか。今日ちょうどなんかアフターヌーンティーのカフェ調べてた。次愛媛帰ったら一人でカフェ巡りしようと思って、クマのアフターヌーンティーのお店があって、でも一人じゃ写真撮れないからやめた。クラフォン面白かった。カフェ予約いらんのですよ。なんかいらないところ、逆芋も楽しそうでしたね。楽しそうだった。でも自分が一番面白かったのはあのスマホのシーンね。あれ台本見てるんだよ、しかも。でも超面白かった、あそこめっちゃ笑った。でもみんなあんなもんなんですよ、4人いるからさ、待ち時間がめっちゃ長いわけ。朝8時ぐらいに入って終わるの3時なんですよ。一人ずつやっていくから休みが長いわけなんです。だからね、ああなるんですよ。なのにあんな悪意ある編集されてて、前に誰かも撮られてた。そう、みんなそうなんよ。そう、自分の番が終わったらもう自由時間みたいな、待ち時間なんですよ。食べててもいいし、まあ、携帯触っててもいいし、でも台本が携帯で送られてくるからだいたい次のネタを考える時間なんですよ。次のネタ、今日のアイス。そう、一人ずつやっていくんですよ。なんか最初のスタジオのやつとか、初任給梅昆布さん、くまありがとうございます。これはガチのダメってツイートしちゃった。え、見た。でも長いんだよ本当に、待ち時間が何時間待たされてるか分かんないぐらい待ってるから、自由時間なんですよ本当に、自分の番じゃない時間。自分の収録時間は30分ぐらいで、一人ずつの、それ以外だから30分かける3人分とか暇じゃん。だから私は多分ネタ考えてたね、ぽかったくない？なんかこんな感じだったから。梅昆布さん、クマありがとうございます。初任給クマさん、まあ個人的に面白かったから、そうサラピからも連絡来た。あれめっちゃ面白かった、面白すぎる。しみさら、梅昆布さんありがとうございます。え、でも携帯のシーンが一番面白いと思う。めっちゃ笑ってたしね、あの中島さんめっちゃ笑ってたから、自分もめっちゃ笑った。なんか面白かったんだけど、
サラピから送られてきて見たんですよ。でも台本見てるからね、メイク中もずっと台本見てるの。奈良さん、タコありがとうございます。あそこ一番笑ったね、自分も。もうあの携帯に保存したもん、テレビ録画して面白すぎて。だってさ、パセリとユネルナがめっちゃ真剣にしょんのにさ、全く興味ないのバレバレじゃん。あんなもんなんですよ、まあ普通にみんな他人のさ、面白だるまさん転んだとか見てないわけですよ。ね、リアルすぎて面白かった。クラコン、そっか、だから初任給なのか、私の弟も初任給なのかな。なんか買ってもらわなきゃ。今度お姉さまに。こんばんは。ですね。そうだよ、お姉様に。たくさん買ってあげてる。そう、私はたくさん見ついてるので。何買ったもの？何食べてるの？アイスです。アイス、野球引き分け。結構遅くまでやってるんだね。10時39分。運営 T さんのモノマネ。え、でもあれなんかマネージャー誰だっけ、愛さんのモノマネもしてたんよ、しみさら。カットされてたけど、個人的にはそっちの方が面白くて、昨日くだらナイトにいたマネージャーさんがその愛さんだったの。だから今ここにいるマネージャーのモノマネもしたよって言ってたけど、カットされてた気がする。アイス美味しい。でもさっぱりしてるね、結構。シャーベットみたい。毎日アイスを食べる。ロボリンさん、タコありがとうございます。そう、さっぱり系意外と、うん、もうじゃないです。今日はね、1日ということでうどんを食べたんですよ。
県民スター愛媛誰が1位、愛媛で一番有名な人ってこと、友近さん。誰だろう、スーパーフライさんとか。私かな。あ、正解。やっぱりまあそうだよね。完食。今日のアイス、そう、まあうどん食べたんですよ。なんか1日はさ、丸亀製麺半額なんです。半額、釜揚げうどん半額なんです。あれ360円で食べれた、すごすぎ。広島は意外でした。広島誰だろう、ポルノグラフィティさん。いや、選手とか分からんけんな。選手とかありそうやな、なんかの。あれ波ですね、波。綾瀬はるかさん、広島なんだ。知らんかった。広島県民じゃないけんな。波にちくわ天プラスで360円で食べれました。安い。アンガールズ田中さん、確かに超有名。アンガールズさんか、田中さん込みじゃなくて、クロちゃんとか。クロちゃん、お得です。次は6月1日だな。有吉さん、綾瀬はるかさんのイメージ全くなかった。知らんかったですわ、それは。誰そのモニカって。吉川、あ、6月1日徳島なのか。じゃあうどんはダメだな。こんばんは。吉川って呼ぶの。アサリうどんはなかった気する。吉川って読むのすごい、読み方初めて。1582日。582日おめでとう。少ない、まだそんなんだっけ。川さん、マジ初めて聞いたわ。今日も間違えてるで。ミニマロンさん、タコありがとうございます。誰だ、こんばん
こんばんは。なんか今の時期はめっちゃ眠いですよね。私だけなんかな。なんか暇さえあれば寝てる。一日中眠いよね。うどむさん、I love you くま、ありがとうございます。くま眠いですよ。すぐ寝れます、暇があったら。寝るのに忙しくて寝る暇ありません。なんだって。クラコ面白かった。よかったです。それは何で眠いんだろうね。それの寝ても寝ても眠いもん。お話し会明日の13時で一旦終了。あら、ドロップにしておかなきゃ。雨上がりだから雨。ハロー。眠い。今日も雨。でも私今日傘をささずに出かけました。もう晴れ女の信用がすごくあるので。ヤスルパンさん、タコありがとうございます。うどん屋さんに傘いらず。もう晴れるだろうと思って強気で出ていくっていうね。ね、止んでた。うどんを食べたのは5時ぐらいなので。雨男？ダメやね、それは。小雨。雨の日だから眠いんかな。今日私起きてた時間の方は少ない気する。ちくわ天美味しい。こんばんは。そんなに言ってた。そう、今日休みだったので。今日は16時に起きて、でうどん食べに行って、まあ18時半ぐらいに帰ってきて、多分19時ぐらいから22時まで寝てたので、今日起きてたのは3時間ぐらいです。2時間ぐらいかな。でもまだ眠いから永遠に寝れます。たっちゃんだるま、ありがとうございます。おはようございます。えいみん、
16時まで昼寝してましたね。私も16時にそろそろちょっとうどん食べに行かなきゃって、今日も絶対うどん食べに行こうと思ってたから、そのために起きた。6時半ぐらいから寝てたんかな。10時までやばいね。7時半、8時半、9時半。晴れていたら洗車したかったです。雨だったね。丸亀完全に忘れてた。マジ私はもう絶対行こうと思って夢にも出ました。絶対に忘れないぞっていう。月に1回しかないですからね。映画？映画の日？今日？こんばんは。うさぎ2匹かわいい。ちょっと映ってない。こんな感じかな。あ、映画の日とかあるんだ。へえ。X で丸亀の告知見てたのに忘れた？忘れるよね。私もなんか忘れる。今まで行けたの2回なんで、1日の安い日に。結構忘れてると思う。1日安い。でも今日水曜日じゃん。だから水曜日も安いじゃん、映画って。だから水曜日のやつかと思った。水曜日、1日の安くなるのと水曜の安くなるのって同じぐらいなんかな。そう、釜揚げだけです。こんばんは。釜揚げ、今見たい映画はないかも。ヤマトさん、タコありがとうございます。レトリコチさん、ありがとうございます。タコ、ミラー怠け者。え、今何やってるか知らないんだよね。映画情報ちょっと追いつけてないかも。調べてみよう。何やってるかが分かんないや。チケットはあの丸亀のもらったけど、あれ貯めれなくない？なかなか3枚ぐらい集めんといかんやつ。こんばんは。はい。お疲れ様です。明日の夜配信はね、明日はちょっと午後から県外のお仕事があるので、県外のお仕事ではないけど、県外の夜がまたギリギリになりそうなので、午前中にやりたいと思います。午前中に。そう、また県外です。
お仕事ではないんだけどね、難しいライン。了解です。なので行く前にやっておきたいと思います。またバタバタなったらダメなので。そうね、10時ぐらいみんな仕事だからね、そんな時間にやられてもって感じだと思うけど、夜またできなくなりそうなので、まあ10時くらいとかにやります。9時半か10時とのことです。昼寝します。休み？夜勤？夜勤か。ヒロピーさん、だるまありがとうございます。こんばんは。了解です、ね、はい。わらびもっちさん、ハートありがとうございます。ズヤンさん、タコありがとうございます。タコタコ、いや最近ね、私はねゆで卵にハマってるんですよ。ちょっとね、ちょっとゆで卵にハマってるの。昨日の夜中にゆで卵2個作ったんです。ゆで卵ってまだ食べれるよね、昨日の夜作ったやつ。そう、ゆで卵ゆで卵にハマってるの。わらびもっちさん、だるまありがとうございます。よく夜中にゆで卵作るよねいや私は半熟派じゃないんですよ。黄身固めがいいんです。だから結構長めに、あ、冷蔵庫入れてる入れてる。食べれるか、配信終わったら食べよう。そう、塩かけて食べるのが好きです。胸湯キッチン、あ、そう、長めにした、13分とか。そう、黄身固めが好きなんです。皮むけますよ。新鮮新くん、紅茶ありがとうございます。そう、固め派、もうポロポロしてるよ、なんか美味しい。皮むいてなければ、殻むいてない。黄身固め派なんです。セブンのちょっと半熟だよね。硬いのあるっけ。半熟はあんまり好きじゃない。あ、温泉卵、まあ温泉卵は温泉卵として楽しめるから全然食べれるけど、黄身はなるべく固めがいいです。目玉焼きもね。おでんの卵、硬いね。まあゆで卵にハマってるんです。こんばんは。目玉焼きも固め派。
でも半熟が好きな方の方がなんか多い気がするけどね。硬いのが美味しいですよ。あ、オムライスの卵は柔らかめかな。松屋で目玉焼き両面焼いてください。おお、固め派なんだね。私もでもそれぐらい、両面焼くぐらい。ビッグ丼でも全然半熟も食べれるんですよ。どちらかといえば固めがいいっていうだけで、半熟が嫌いというわけではない。だからお店によって半熟が出てきたら全然半熟で食べる。固め派なだけで、半熟が嫌いとまではいかないです。好んで買わないとかぐらいの。出された方を食べるけど、でもハンバーグに乗ってる目玉焼きは半熟の方が美味しいんですよね。ハンバーグに絡まるから、黄身が。絶対固めじゃない方が絶対いいから。まあ物によるね。でもゆで卵は固めがいい。生はあんま食べないね。卵かけご飯、生卵、あ、でも生卵はすき焼きの時とかしか。だし巻き、だし巻きはって固めとかある？柔らかめが好きですね。松屋のハンバーグ、松屋のハンバーグ。とっちゃんだるま、ありがとうございます。卵かけご飯はあんまりしないね。ふむふむ。うん、卵を 生で食べるのにちょっと抵抗があるっていうね。ね、自分も自分もその菌の話とかで絶対火通した方がいいやってなってしまうから、その生でご飯にかけるなんて。まあ新鮮なやつならいいけど、ちょっと怖いのでしません、あんまり。やっほー。丸亀のチョイス同じ？マジ？仕事だから9時までしか見れないけど、そんな早くないよねって。朝9時ってこと？そんな早くはないね。あ、すき焼きは生卵使う。なんかすき焼きは、すき焼き自体が熱いからなんか卵にちょっと火通るじゃん。火通るっていうか、だから大丈夫かなみたいな。そう、ベタベタのご飯ね。そうそう、すき焼きは肉が生卵を温めてくれるから菌死ぬでしょみたいな。すき焼き、すき焼きは生卵で食べるのがめっちゃ美味しい。すき焼き食べたくなってきた。すき焼き、牛丼屋さんにすき焼きがあるのは冬やもんな。今食べたくなっても食べれん。タイの刺身、そうだね、卵醤油タイ飯食べる食べる。
こんばんは。ね、冬限定だから吉野家にはない。食べたかった今。クラコン見ました？どうでしたか？神戸、そうね、神戸で弁当買えなかったな、駅弁。こんばんは。そう、頭に乗せるの特技なんですけどね。物が悪かったですね。引きやん。コナンコラボやってた。へえ、なんだろう。マックがやってるよね、コナンコラボ。スマホ触っとると撮られてるのは気づかんかったけど、まあ結構映っとるね、背景に。あれは椅子の配置が狙ってるね。そう、頭ね結構平たいから物乗るんですけど、ペットボトル難しかった。コナンのタツタ食べました。え、コナンのコラボって米じゃない？なんか米のバーガー。それは違うやつ。コナン、米もある。ここはコナンなの？へえ、ちょっと食べたいけど。タツタか、チキンやもんな。私は今サムライマックにハマってるから。サムライマック、あれめっちゃ美味しい。あれから3回食べた？多くない？神戸の日だったよね。こんばんは。太るよ。1日1回、確かに神戸ってめっちゃ最近だね。確かにあれから3回食べてるって。ね。トミーさん、だるま、ありがとうございます。だるま、でもハンバーガーってめっちゃ美味しいよね。久しぶりに食べるハンバーガー美味しいってなる。ね、たまにはね。毎日は食べれないけど美味しい。コーヒーゼリー、おいしい。こんばんは。
コーヒーゼリーか。マックのコーヒーって苦めじゃない？だからなんかマックでコーヒーはあんま飲まないけど、苦いんだよねめっちゃ。無糖。苦味強いよねめっちゃ。無糖の無糖って感じ。苦いって感じ。飲んだことない？まあ、苦味が好きな方はいいかも。めっちゃ苦味が強いから砂糖とミルクとか入れても苦味消えないみたいな感じ。まあ朝とかにいいね。朝マックだったらありかも。目覚ませるし。ケンケンパーザだるまありがとうございます。服かわいい。さくらんぼです。朝オレンジジュース派。いいね。アメリカ。さくらんぼ。なんか今日は寒いからね。これ裏起毛なんですよ。あ、裏起毛じゃないか。でも裏起毛っぽい。なんかちょっとモフモフな。今日は寒いので裏起毛っぽい、ちょっとモフモフな服です。今日寒いよね。暑くなったり寒くなったり。明日はどうだろう。半袖着ていくか悩むな。明日の天気。曇り。上着がいるな。金土が晴れ。こんばんは。トム&ジェリーや M&M。 あれもう暑すぎて着れなくない？赤いやつでしょ。冬。文子さん紅茶ありがとうございます。ヒント。ミキヤくんタコありがとうございます。え、赤いやつはめっちゃ分厚い。モコモコの冬のニットよりも厚いやつ。朝は少し寒くなりそうね。まあ朝は起きないから。
今日は何時まで配信しようかな。11時半とかにしようかな。かわいいね。おって何？おっていつも思うけど。おまかせちゃん。じゃあ半ごろで。後ろのオブジェたちは何？特に左。これ？これはハッピーバースデーのカードです。バースデーカードが届いたので置いてます。かわいいでしょ。おめでとうございますって。まあ置いてる。昨日届いたからまだ置いてる。数日したらちょっとどけるけど。まだ置いてる。6月15日です。私の誕生日は。ライスさん、タコありがとうございます。誕生日期間早い。もうすぐ、まあね、なんかすぐ来そう、本当に。あっという間だよ、きっと。あと1ヶ月半だわさ。だわさ。こんばんは。そう、フライングで祝ってくれたんですよ。キツネさん、タコありがとうございます。こんばんは。やあやあ。ヒロさん、だるまありがとうございます。ミキヤくん、だるまありがとうございます。買い物つきましたね。いや会話がつきた時のやー、やー祭り。やー祭り始まってるわ。今日は割と椅子の真ん中に座ってる。割とね。今日はどこを掃除しましたかって。今日っていうか昨日の夜、まあ、今日か、まあゴミ袋2つ分ぐらいは捨てました。でも何も変わったような気はしません。
見えないところを掃除したので、クローゼットもっと大胆にしてないと変わんないかも。そう、クローゼットに入ってる着ない服たちを捨てたので、あんまりまあ変わった感はないけど、見えるところは大体片付いてるんですよ。床見えてますしね、ほら床は完全オープンなので、意外とね、荒れてないかもしれない。荒れてはないんだよね、小物が多いって感じ。そう、床わかんないよ。そう、床が見えてなかったらさ、この音しないじゃん。服とかあったら、でも掃除する前って一瞬荒れるからね、嫌になっちゃう。一回なんかバーって出したりするじゃん、クローゼットの奥のものとか、これいるものいらないものいるものいらないものみたいな、その瞬間めっちゃ嫌になる、超荒れて部屋が。これいらないものみたいな。その瞬間がめっちゃ荒れすぎて嫌になるけど、ミニマリストになりたいですね。2トントラック1台分やば。何捨てたのそれ、トラック？家電とか捨てたでしょ。ミニマリストになりたいけどな。もう着ない服、服をクローゼットから出して眠くなってまたしまった。無意味じゃん。ソファーね、いいね。運転できたらソファーの断捨離できるのか。運転しましょうかって大丈夫です、自分のことをしてください。先に断捨離するほどいらないものを食べないのが正解。でも服たまるんだもん。何回服捨てたんだろうって思うぐらい捨ててるのに。こんばんは。トラック？あ、ソファーとか？でもまだまだあるよね。もうちょっと頑張らなきゃ。ちょっとなんか思い出とかあったら取ってしまうんですよ。もう絶対履かないスカートとかもちょっと思い出があったら取っちゃうから、絶対履かないし、もう絶対着ないけど取っちゃってるから、そういうのも捨てれるようにならないと。こんばんは。ね、何捨てたらいいのかな。でももう結構綺麗にはなってるんですけど、
難しいですね。こんばんは。こんにちは。28分。写真の断捨離はもうだるすぎてやってない。やらなきゃだよね。最近容量がないですって言われてアプリめっちゃ消した。写真消さなきゃ。写真本当にすぐ溜まるから。アプリの断捨離はした。結構減った。最低限まで。写真の整理もしなきゃね。1万枚多くないそれ。何撮ってるの。SD カード。ほうほう。スクショたまりすぎじゃない1万って。毎日配信せんでしょ。ああでもそんなもんか。1日10枚ぐらい撮ったらね。写真の整理でもめっちゃめんどくさくない。バーってするわけにいかんから、ちょっと確認しながらやらなきゃいけないから、いる写真かいらない写真か時間結構かかる。移動中とかにやろうかな。移動時間移動時間の有効活用にでもするか。5万、それはやばい。5万もあるの。私より多いよそれ。超自撮りしているアイドルよりも多いですよ5万って。ね、明日の移動時間にでもしよう。写真の整理TVer でクラコン見ます。はい、見てください。ってことでそろそろ終わろうかな。レベルが上がった。本当や。レベル5ぐらいまでは無課金でも上がるのか。コメントで上がる。お疲れ様でした。ってことで読みます。13位、奈々さん。12位、きちねさん。11位、けんけんぱんさん。10位、るいさん。9位、たまごサンドさん。8位、ムーランさん。7位、るかさん。6位、ひとしさん。5位、けんつーさん。4位、やするぱんさん。3位、みきやくん。2位、梅昆布さん。1位、うどむさん。ありがとうございました。はい、ってことで明日は午前中にするので、まあ、9時半か10時ごろです。来れなかったら来れないでいいです。ってことでおやすみなさーい。ということでおやすみなさーい。お
おやー、お話し会最終明日の13時までです。よろしくお願いします。13時、おやすみなさーん。